こんにちは、リオコです。今回は私がいつも使ってるドレッサーを紹介しようと思います。部屋紹介のね、動画とかでちょろっと紹介したりはしたんですけど、中に入ってる化粧品とか使ってるものとかってそんなにお話ししてなかったかなって思ったので、参考になるかわかんないですけど、元美容部員兼乙女ゲーマーってことでちょっとねお話しできればいいなと思っております。はい、という感じで早速レッツゴー。使っているドレッサーはこれです。結構ごちゃごちゃに並んでるんですけど、順番にお話しします。これは鏡屏風ソータ、こういう感じで、ここが引き出しです。で、反対側もこういう感じで入れてます。順番にちょっとお話しします。じゃあまず端から、この辺がボディ系とヘア系になってます。いつも使ってるこのパックとか、これはアースさんの撮影の時にいただいたミストです。スプレー。あとは、オイルとか、眉毛染めるやつ。で、あとこの辺がいつも使ってるブラシと、コットン。と、リップバーム。夜につけるやつ。と、こっちもボディ系で、ボディミルクと、出かける前とかは、ボディパウダー使ったり、この辺は、ピンと時計と、あとへそピ。で、鏡がね、ここにあるんですけど、ちょっと遠いんで、この手鏡を使ってます。これはシドさんの、マオさんのプロデュースのミラーです。これを結構長年使ってます。で、これが、リーファ。あの、小顔のコロコロのやつ。効果があるかわからないけど、すっきりした感じにはなります。で、これが、目がすっごい疲れるんで、ゲームやりすぎて。目めっちゃ痛いんで、アイクリームと、あとは、下地とか、化粧下地ポーランド常識。で、あとこの辺とかは気に入ったリップとか入れてます。よく使うリップ。気分によって色変えたり、あと、口がね、小さいんで、リップペンシルすごい使います。これすごい使いやすかったです。あと、こっちは、ファンデーションと、最近これ、アイカラー買ったんですけど、色がね、こういう色なんですけど、普段ピンク系とかが多いんですけど、この色ね、すごい良かったし、ラメ感もね、パール小さくて、派手派手しすぎないので、すごい良かったです。とか、あとは、この辺が、ディオールの香りがすごい好きで、ボディミルクと、ヘアミストと、香水は、これ、使ってます。あとは、スキンケアが、化粧水と、美容液と、下味と、ファンデ。これが出かけるときにいつも使ってます。ちなみになんですけど、横ね、ティッシュはシシー使ってます。シシー。あとは、引き出しの中身。はい。ちょっと整理整頓苦手なんですよ、A 型なんですけど。だからちょっと雑なんですけど、この辺が眉毛とかアイライナーとか入れたり、こっちがファンデとか粉系、これが好き。皮脂崩れとかしづらいのでこれ好きです。あとは目の下にするキラキラと、ハイライト、アイクリーム、アイシャドウクリーム、あとは二重にね、するのにこのアイテープみたいなやつ使ってます。うん。反対側が、はい、こんな感じです。特に、なんだろう、チーク最近買ったのと、やっぱチークピンクが多めになりますね。夏とかはね、オレンジ系も使いたいなって思ってます。あとは、この辺サンプル入れたりとか、結構溜まっちゃう。化粧品やっぱドレッサーに入りきれないんで、普段使うやつを入れてるって感じなんですけど、それでも普段使ってないリップ。たまに使うリップとか、あとは、つけまのり。最近つけもつけてないですけどね。とか、あと化粧直しの時にこれがすごい良くて、夕方とかに化粧揺れちゃった時とかにこれつけてから軽く粉つけると、すごい朝みたいな綺麗な肌になります。はい、っていう感じです。あとは特に見せたいのはこれですかね。はい。サンドリオンパリカ。これは、コンパクトケースなんですけど、ケースが可愛いから買ったんですけど、普段使ってるファンデーションとサイズが合わなくて、ただのインテリア化してます。はい。はい、っていう感じでドレッサーの紹介は以上になっております。結構軽くっていう感じだったんですけど、普段使ってる化粧品とか、ちょいちょいね、紹介してくださいみたいなのあったので、
軽く紹介しました。参考になったら嬉しいです。はい、はい、今日は以上になっております。今日も見てくれてありがとうございました。失礼いたします。